どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、Dポイント 15% 増量キャンペーンがですね、なんと復活ということで、今回はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、Dポイントにポイントサイト等々からね、交換していただくと 15% 増量キャンペーンということで、こちらね、前回だったと思うんですけども、10% まで下がってしまったんですよね。まあ、もともとこのキャンペーンってもう3、4年前からやってたと思うんですけど、最初ね、25% とかだったんですよね。30だったかな。ちょっとね、結構すごかったんですよね。まあ、どんどん少なくなって、前回にはですね、10% まで下がってしまったんですけども、まあ、今回はですね、15% 増量っていう風になりますんで、このキャンペーンね、本当に普段ね、ポイントサイトでポイントを貯められている方で、特にね、JAL マイルを貯められている方は、まあ、かなりね、おすすめっていう風になっておりますので、このタイミングで交換していただければですね、まあ、プラス 15% ですね、Dポイントの、まあ、期間限定ポイントでね、もらえるっていう風になりますんで、まあ、このね、期間限定ポイントっていうのは、今ね、Dバライでいろんなところをね、利用することができますので、まあ、そんなに困ることはね、ないのかななんていう風に思うんですけども、一応ね、Dポイントの期間限定ポイントの現金化の方法もね、一応紹介していきたいななんていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、キャンペーンの詳細ね、いきたいと思います。キャンペーンエントリー期間が2023年の2月の15日から2023年3月31日までっていう風になります。で、キャンペーン期間が3月1日から3月31日までっていう風になっておりまして、キャンペーンの特典ですね。いろんなポイントから Dポイントに交換していただくと 15% 増量っていった形になります。で、キャンペーンのね、条件なんですけども、まず条件一つ目が Dポイントカードの利用者登録をされている方、またですね、エントリーされている方っていう風になります。で、ポイント付与はですね、2023年の5月末っていう風になっておりまして、こちらね、15% 増量される分に関しては、期間用途限定ポイントで付与されるっていう風になりますんで、有効期限がですね、3ヶ月のね、ポイントで付与されるっていった形になります。でですね、今回のキャンペーンのね、対象の、まあ、ポイントを交換する元なんですけども、こちらね、非常に多くなっておりますので、もしね、交換、今回のキャンペーンで JAL マイルにね、交換されたいっていう方は、ぜひね、ご自身でチェックしていただいて、15% ポイント増量のね、キャンペーンの対象の会社なのかね、チェックしてください。まあ私のね、おすすめしているポイントインカムとかハピタスとかね、あとチョビリッチとか、まあこういったね、ポイントサイトはまあ基本的にあるんですけども、それ以外のか、ポイントを交換する方はですね、まあチェックしていただいてキャンペーン対象かどうかはね、確認してください。またね、今回のこのキャンペーンはですね、3月1日からね、キャンペーン自体始まりますので、まあこの動画出てるのがね、2月の18日になると思うんですけども、まだね、半月ぐらいね、先っていう風になりますんで、まだね、交換されないようにしてください。まだね、キャンペーン自体始まっておりませんので、今ね、エントリーした後、エントリーはもうできるんですけども、今交換してもね、15% 増量ね、もらうことができないっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、今回ですね、おそらくね、3月1日から、まあ、一斉にね、対象企業を開始すると思うんですけども、こちらね、一部の対象企業なんですけども、ドットマネーとかね、入ってると思うんですけども、下にね、3月1日から開始とかね、開始の日付もね、記載がされておりますので、まあ、今見た感じだと、全部3月1日開始になってるんですけども、もしね、これが今後増えたり、もしかしたらして、で、3月1日スタートじゃないかもしれませんので、まあ、この点はね、注意していただければな、というふうに思います。で、ドットマネーね、載ってると思うんですけども、まあ、今回ね、いろんなポイントサイトから交換することができて、まあ、直接交換すると、もしかしたらね、手数料がかかるポイントサイトも中にはあるかもしれないんですよね。直接 Dポイントに流すと。まあ、そういうポイントサイトであれば、まあ、ドットマネー経由していただいて、Dポイントを交換していただければ、そのね、手数料かからなかったりもいたしますので、まあ、もしね、直で交換できないようであれば、経由してね、交換するのもですね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、今回のキャンペーンで、ポイントサイトに1万円分あったとした、まあ、シミュレーションをね、一応していきたいなと思うんですけども、ポイントサイトに1万円分のポイントがあったら、今回ね、Dポイントに交換していただくと、本来ですね、Dポイントに
10日で交換できる場合は、まあ、ポイントサイト1万ポイントだったら、まあ、基本的に10日で交換できると思うんですけども、1万円分のね、D ポイントになりますよね。1万 D ポイント。で、今回のキャンペーンは 15% 増量っていう風になりますんで、1万円分のポイントサイトのポイントを D ポイントに交換したら、15% 増量なんで、1万ポイントプラス期間限定ポイントで、1500ポイントがね、もらえるっていう感じになるんですよね。いやーすごいですよね。本当にただ単にこのエントリーして利用者登録だけしてね、交換していただければですね、 15% ねただただもらえるっていう風になりますんで、まあこれでね、JAL マイルに交換していただければ、まあ5000マイルでさらにね、1500ポイントの期間限定ポイントもらえるっていう風になりますんで、まあ、非常にいいですよね。ぜひね、今回のキャンペーンで JAL マイルね、貯められている方は、一気にね、交換していただくのもね、いいのではないのかなと思います。で、今回のね、キャンペーンの利用方法なんですけども、公式サイトにですね、まあ、こういった形で書いてあるんで、まあ、大丈夫だと思うんですけども、この利用者情報登録っていうのはですね、しないと、キャンペーンのエントリーがね、できないっていう風になっておりますんで、まあ、こちらね、利用者登録していただくだけっていう風になりますんで、まあ、特にね、難しいことはないので、ぜひね、この二つね、利用者登録とキャンペーンのエントリーね、公式サイトを概要欄に載せておきますので、ぜひね、この二つはね、忘れずに、やっといていただければなと思います。それでは次にですね、今回ね、D ポイントの期間限定ポイントが、このね、ポイント増量分でもらえるっていう風になりますんで、まあこれをね、まあどうやって使っていくかっていう話になると思うんですけども、冒頭にもね、言ってると思うんですけども、この期間限定用、期間用途限定ポイントっていうのは、現金化ね、することができます。まあ普通の D ポイントもできるんですけども、期間用途限定ポイントでも、日興フロッキーっていう SMBC 日興証券の口座が開設されていて、これ日興フロッキーのね、口座を持っていると、こちらね、99.7% ぐらいで現金化ね、することができるっていう風になりますんで、まあ正直ここまでやる人ね、そんなにいないと思うんですけども、まあ私はね、結構利用させていただいておりまして、まあ現金化とかもね、させていただいてるんですけども、まあもしね、興味がある方はですね、まあやってみていただければなと思います。まあ口座開設が必要になってきますんで、まあちょっとね、面倒な部分もありますね。ここはね、お好みで利用していただければななんていうふうに思うんですけども、一応現金化もできますよっていうことはね、覚えておいてください。一応ね、やっていきましょう。これがね、今これに出しているのが、これが日興フロッキーのね、公式サイトになるわけなんですけども、口座開設ね、していただいたらこちらからね、ログインすることができます。ですので、ログインしていきましょう。で、入るとですね、まあ、今私の D ポイントは587ポイント。で、ちょうどね、先日 D ポイントをこっちに入れて、現金化しようとね、してたところだったんですよね。で、買う銘柄なんですけども、まあ、私はもうここに入ってるんですけども、日経225と日経インバっていうのを両方買っていただきます。ですので、こちらは株価に沿った動きするのと、その逆に動くっていうのを、まあ、同時に買ってって、まあ、相殺させて、現金化するという流れになります。ですので、まずね、この日経225ね、開いていただいて、まあ D ポイントがありますよね。まあ1万ポイントがあったとすると、半分ずつ買うっていう風になりますんで、まあ日経225を5000分、日経インバを5000分購入していただいて、まあその後売却していただくっていう流れになります。ちょうどね、今、今買えるかな ?500 ポイントぐらいあるんで、買えるんだったらちょっと買ってみましょうかね。あ、買えそうですね。じゃあ500買いましょう。はい、日経225、500入れました。そう。最近ね、取引パスワードがね、入るようになったんですよね。では、取引パスワードを入れて、注文、この内容で注文するにしましょう。はい、これでね、購入することができました。では、もう一回戻りまして、次はね、日興インバの方を購入しましょう。で、これを買うですね。で、あ、もうこっちだと買えないんだ。D ポイントいける?あ、いけないな。はい。ということなんで、あ、私今500買ってしまいましたね。はい。やってる。動画撮影してるのにやってますね。すいません。500しかなかったんで、まあ、本当は250ずつ買わなきゃいけなかったです。すいません。これでね、250ずつ買って、250ずつ売るんですよね。はい。失礼いたしました。ということで、ちょっとね、ポイントがなくなってしまったんで購入できないんですけども、まあ、持ってる、D ポイント数の半分ずつ購入していただいて、で、その数日後に売っていただいて出金するっていう流れになります。完全にやってしまいましたね。では次にですね、売っていきたいと思います。前資産からいけ。ちょっと前にね、ちょうど入れてあったのをね、売却しようと思ってたんで、ちょうどいいです。
で金額、まあ、全て売却ですね。この内容で確定です。はい、これで取引パスワードを入れていただければ、まあ、売れるっていった形になります。ですので、まあ、買ったものはね、両方とも、売ってね、225とインバ両方買うと思うんですけども、同時にね、売却していただくっていった形になります。まあ、これで取引パスワードを入れていただいて、まあ、あとはね、数日かかると思うんですけども、そしたらね、マイスさんから出金していただければ、まあ、銀行口座にね、出せるっていう風になりますんで、利用されたい方はですね、こんな感じで利用していただければなと思います。ということで今回ですね、Dポイント 15% 増量キャンペーン復活ということで解説させていただいたわけなんですけども、まあ、ポイントサイト等々も含めてですね、いろんなポイントね、こちらのキャンペーン対象になりますんで、ぜひね、公式サイトチェックしていただいて、JAL マイルね、貯められている方はですね、ぜひね、全力で交換ね、していただくのがね、いいのではないのかなと思います。まあ、普通にね、お得に利用されたい方もですね、まあ、ポイント交換するだけでね、15% もらえるっていう風になりますんで、まあ、条件一応ありますけどもね、非常に簡単にクリアできますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.